はい、どうもタイガです。今回は前回ですね、アシュラが強いっていう動画を出したと思うんですけど、アシュラバルーンでやっていきます。ジミーさんがですね、よく使ってる固定かな。まあでもアシュラはたまにしか使わないのかな。いつもスケバルだけど、前に一回アシュラバルーンを使った気がするんだけど、まあアシュラバルーンかなりね強い組み合わせだと思うんで、ちょっとこれを使ってね、5000ほどやっていこうかなと思います。いや、アシュラバルーンね、なかなかいいと思うんだけどね。上から攻め、下も強く、CTならナスが嫌かなぐらい。ナスだけやっぱどうしても、バルはね、ナス苦手だし、アシュラもね、ナスまで届かないんで、苦手なんですけど、しょうがない、それは。相性のあれなんで仕方ない。そしたらナスに有効なね、キャラをね、なんとか温存しといて、ナスでできたように使うか。引けなかったら最悪、他の方法を使うか。アシュラがね、やっぱね、地上がすごい強いんですよね。スタンハメして連打して。で、地上のアシュラのスタンハメに対して相手がキャラいっぱい切ってきても、バルーンは一生安全圏からね、上からバンバン撃てるんで。さあやっていきましょうか。ゴブバイも引いてるんでね。札もね、アシュラ以外にゾネスも引いて火力もあるし、悪くないですね。アビアシュラではないんですが、団子フルね、取ったんで。で、今次ね、金鉢狙いに行ってます。基本的にアビアシュラをやるつもりはないんですけど、そう、裏アシュラでやっていこうかなと。取れたらラッキーぐらい。しょうがないね。早速ブレイ。ブルフェアリー。ビートルの金鉢だ。D1 付き。ビートルいいっすよね。さあ、ブルドラに頑張ってほしいところではありますが、ナイス激流。さあ、ブルちょっと遠いな、位置が。ここ。バーリー行こうか。オッケーオッケー。さあ、カニ置いてくれてますね。ナイスカニ。ナイスカニ。カニが。でも倒せそうですね。よしよし。バルが特に何かしちゃったわけでは、ブルドラが強かったって感じですけど、今の試合は。いや、ブルドラ珍しく大活躍ですね。全然減ってない。射程常にね、高射程保って、ゴリゴリやってくれてた。さあ、バイク出して、取れてほしいですね。プリンセスも強いですよね、だいぶ。ソロの場合も、刺さるとね、かなり熱いキャラになるし。そう、バルね、全然食らってないんで。行きましょうか。バール大砲打ってますね。あと一発で落ちちゃうけど、しょうがないもん、落ちるのは。さあ、ワンパン入らないか。守られてる。入ってんな。さあ、バール打ってくるでしょう。でもキャラも残ってるんで、相手も越せないと思うんで、シャークもね、かぶりついてるしいけるでしょう。シャーク二人持ちか。いいっすね。今のなんか別にアシュラがっていうか、ブルが強かったな。で、対空ない時のバールもえぐいっすよね。大砲打たないといけないっていうのが。大砲打たないと積んでしまうんで。さあ、次行きましょうか。いや、もう、無双11が楽しみで仕方ない。火力上がるらしいんで、ゴリゴリにね、地上のキャラを押し切りたい。ゴーレムとかを砦前まで誘導して、で、アシュラ出して重ねて、で、無双入れて、で、一生無双のスタンハメするみたいな。できたら最高だと思うんですけどね。どうすかね。よし、中盛りトロピーなんでね、倍率が来ると本当に惜しいですね。倍率来なくてもね、結構もらえるんですけど、その干渉の時に150になるでしょ ?120 がプラス30で。で、これがもしドローでもね、60がプラス30で90なんですよね。結構もらえるっていう。で、そこにさらに倍率が入るとめちゃめちゃ美味しいんで。おカマキリ引いた。カマキリもだいぶ壊れてますよね。次、チビホア育成したいんだよな。チビホア今でも強いからな。さて、クレフラ火力でもう前で使っちゃおうかなって感じですね。金バッチクレフラをね、後ろで使うのはちょっともったいない。牙とかいたらまた話変わるんですけど。取ったらね、カマキリでもうゴリゴリ削っちゃおうかな。もう他のキャラと違って、カマキリの場合って削った後が強すぎるんですよね。砦削りに出します。で、これでもし、取れなくて取られたとしても、相手が前に出てくるキャラに対して、カマキリが反応して、飛ぶじゃないですか。ほら、これが強すぎるんだよな。これで離脱するんだよな、カマキリが。でも、ロボはきついですね。さすがにやられてしまいますが。激流最後。ナイス。これはもうしょうがない。こっから勝てるかなって感じだけど。エンジェルはちょっときついな。アシュラ合わせ
ったけど、これカマキリ合わせてエンジェル取りたいですね。ナイス、よし、オッケーオッケー、砂ハメ成功してる。後ろにゴブバイがいるからノックバックしなかったかな。さあクレフラ上から刺して火力で出していきたい。さあここ出してってナイス。そしてバル切りたいですけどね、ここから切りましょうか。引きバルでワイバー回避、ダメージはいいですね。エンジェルの火力がちょっとあれなんですけど、まあでもこれでさえしっかり押さえてれば大丈夫で、バルもね見たくないんですよね。できればあの前攻めるコース使わないと、このバルーンがね、バルじゃねえワイバーだ、あのこのバルーンが落ちてしまうと、そう一気に不利になってしまうんで、削られてる分ね。でこうあのワイバーちょっと無視してひたすら前行ってバル使いながらコスト勝ちしたいで、砦を早く取らないとワイバーに噛み殺されちゃうんで、早めに砦奪ってフリースペースにならないようにひたすら砦を奪いに行く。でカマキリ強えわ、カマキリ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 、あおユカリも気づいたらアシュラの金バッジ持ってる、引いてますね。アシュラが強いぞ、あれ奥の嘘しろ、あ負けるか。さあナメコの栽培回収は痛いですが、後ろのワイバーも痛いけど、ワイバーも削るの意外と遅いな、そんなことないのかな。さあバルはね死んでしまいましたが、まあだいぶねバル頑張ってくれたじゃないですか、これはもう逆転できるでしょう。さあアシュラ強えな、あとコングしかいないよ。でここはあとね押し切って完勝と、まあ、倍率は来てないですけど、うん全然150ポイントでも美味しいですね。はいありがとうございます。いやーまあワイバがねやっぱどうしても育ってなかったんですかね。ワイバ削る速度が遅かった気がしたんだけど、気のせいかな。よし無双11まであと少しですね、やっていきましょうか。いや普段絶対200だけなんかしないですけどね次回のリーグで使いたくて、どうしても、うん、まあ使うって言ってもね裏引きできたらいいかなぐらいで固定はしないですけど、そう固定するキャラはねもう決まってるんで、今ね1721まで来てるんで、もうバルキリーリーダーやって、まあ、裏トレントやろうかなって思ってます。あとはねアビスライム作ったんでね、あのアビスライムが、まあ、底力フルまでいけたら、で分裂11までいけたら、アビスライムリーダーもやりたいですね。アシュラ裏はね、まあ、いつか遊びで使いたいなとは思いますけど、うん、まあ、普通に裏引きが強いですからね、サブリーダーに、無理やりすることもないかなって感じで、サブリーダーにするとね、ステータスも上がるんですけどね、まあ、そうすると次はアビニをつけないといけないんで、さあ、札のバランスは結構いいですね、火力もがっつりあるし、まあまあエルフ、まあ、2枚から対空引いてしまいましたが、まあ、悪くはないですね。砦が欲しい。うさぎ。バイク取れたらラッキーぐらいかな。まあしょうがないですね、なかなか取れるもんでもないと。まあまあ引き目で切ってブルドラ激流打ってほしいがどうだ。激流打ってくないとね、片場の掘りがねすごい痛いんですよね、刺さりまくる。激流打ってくんないですね金鉢。おお打った打った、オッケーオッケー。ただ後ろはしっかり止めて、あーそれ痛いっすね。ごめん回し終わり直後にゾネス、うおー2人で出してる瞬殺余波で衝撃波で、あれも死んでる。これやばいんじゃないですか、一瞬じゃないですかこれ。うわやばさあこれブルドラ死にそうっすけどね。あ生きてる生きてる、まあでも死にますねブルドラは。まあでもバルねちゃんとあの第3砦に向かうような位置から切ってるんで、あポックルちょっと打つの早いんじゃないですか。あー2人持ちか、これはバルもやられちゃうな。さすがに火力やべえ、これは死にますね、耐えらんない。うんしょうがないこれは。でも相手あれで12コスト使ってくれてるんで、うん3体ずつでコストはないでしょう。もうゾネスを多分止める術がないと思うんですよね、あの軍団は。とりあえずアシュラ切ってウィッチをねやりに行きましょうか。さあ無双打て、無双殴り殺すとそれで欲しいな。あ2ライム1なんでね、多分すぐ解けると思うんで、あ止めましたね。オッケーオッケー、干渉いけるでしょ。いや2倍干渉美味しいっすよ、2倍でも全然美味しい。これ10倍でもくるとマジやばいですけどね。いやだって120の3プラス30で150の200やけど40でプラスされるから190でしょ、190の10倍で1900やばいっすよね。さてさて、まあいい感じに
で、ゾネスがやばかった。オーバーキルだったな。まあ、オーバーキルだったけど、まあ、ミノをね、倒すんだったらね、本当に、1回でもね、分回されたらゾネス全部やられちゃうんで、まあ、確実に倒すぐらいの数出さなきゃいけないんですけど、たまたまね、お互いがゾネス2枚ずつ出すって被っていくっていうね、座標はずれたけど。よしよし。さあ、行きましょうか。いや、無双11が欲しい。取りたいトロフィーが多すぎるんですよね。うん。で、これやって、で、まあ次はボーナスフィーバー、スーパーボーナスフィーバーが多分来ると思うんですよ。3倍以上確定の、ゴールデンウィークキャンペーンっていうの、運営がやるみたいで、イベントで。そう。で、そのスーパーボーナスフィーバーで、なんとかスライムをがっつり進めて、スライムのディーゼルも取りに行きたいんですよね。で、多分ね、そういうことをやってる間に、まあスライムが、35アルティメットになるかなと思って。うん。なったらね、使いたいんですよね、ガッツローリーグで。すげえ楽しそう。普通のフリー対戦ではもう何十歳もやってるんですよ。面白くて。お、来ましたね、5倍。ちょっと札が、そこまでいい感じには見えないですけど。まあでも、アシュラリーダーなんで、キャラ数はね、アシュラがね、その分4体は持ってくれてるんで。ビートルで削っちゃおう。ビートルをね、流れてくるビートルってね、正面からキャラ出てもね、処理できないですよね。取っていけ。これは痛いな。死ぬ。ちょっとこれめんどくさいな。守りで使いたくないんだよな、アシュラあんまり。ナイスブルドラ。こっちから攻めないと、一生ね。わー、危ねー。デス、怖。でもデス前すぎないか、それ。さあ、もう上からバル出して上一緒に攻めちゃいましょうか。一気に。さあ、アシュラも。重ねて、さあ、無双入れていく。上もね、上ゾネスだな。第一ギリ、オッケー、チビフォアもやっていく。ああ、うちのアシュラが、魅了入ってる。さあ、小ゾネス切って、デスをやりに行く。撃たなかったか、あ、まあ、倒したか。じゃあ、よし。後ろはちょっとコスト足りないんで、後でしましょうか。ブルドラがもうちょっとで死にそうなんですけど。ああ、強いっすね、うちのゾネス。ああ、全然あるわ、ブルドラ。これいきましたね。これは美味しいよ。取りたいんだけど、ダメかな。スライムちょっとだるいな。足キャラがね、いないんすよね。いや、落ちそう、裏が。裏落ちそう。ああ、しゃあないっすね。まあでも、楽上で100、130、175倍、850かな。それでも全然美味しいな。うん、全然美味しい。一気に進んだんだけど、これ本当に終わりが見えるさ、アシュラの。さあ、ラスト。行きましょうか、ラスト。ラストアシュラ。アシュラストっすね。いや、なかなか面白いと思いますね、アシュラバルーン。ただ、まあ、アシュラバルーンもね、めっちゃ面白いんですけど、なんか今回地味にブルドラが頑張ってんすよね。いつもブルドラあんま頑張んないんだよな。なんか金バッジ引いてもリーダーでもあんま激流打たないみたいな。あいつ確か通常攻撃クールタイム1回のはずなんですよ、ブルドラって。で、あとはスキル発動次第でね、ちゃんと打つみたいな。前世紀ブラドラと同じ感じだったと思うんですけど、普通に通常2回打ちますよね。2回以上ドーン。いや、2回か、通常激流クールタイム2回な気がしてきたな。ただ、ユカリンのブルドラね、通常普通に4回とか挟むんですよね。全然打たないんで。それでいつもユカリン1人で切れてますね。打たないんだけど、みたいな。え、もうブルドラ金バッジなんだけど、なんで打たないの?みたいな。え、リーダーなんだけど、何こいつ?みたいな。ずっと言ってますね。でも、今日なんか頑張ってる、ブルドラ。いや、激流の火力上がったのマジでかいっすね。前までね、激流の火力低かったんで、そう。今ね、だいぶね、いいキャラになった。前まで弱かったっすね。本当に。で、今回、ゼウスと天狗、情報されてね、少し使いづらくなったかなって思ったんですけど。いや、使えます、まだ。うん。使えるんですけど、最前線張れる最強キャラではないかなと思いますね。結局、その、まあ、前世紀ブラドラが出てきて、通常に対空を持ってるっていうわけのわからない仕様で、なんかそれに巻き込まれてブルドラも通常タイプつけましたみたいな。で、まだブラドラが超強くて、うん、やりすぎみたいな。で、そっからね、まあブルドラがまあ結構戦えるようになったんですよね。ブラドラとのタイマーは無理だけど、まあ普通に
使えるキャラに、ね、なって、そう。ただまあゼウスと天狗がその後なぜか情報され、まあでもね、ゼウス天狗に関してはぶっちゃけ言ってばアシュラとかゾネス重ねるとか肩パワー出すとか何でもできるんですよ。ただ今までのアビマホはマジで無理だったんですよね。触れないのに一生殴られるから。まあでも今ね、だいぶね魔法から受けるダメージ軽減されたんで、そうかなりね使いやすくなったんじゃないかなと思いますが、まあ、これアシュラ動画なんでね、ブルドラ褒めまくってもしょうがないですけど。おカマキリ来ましたね。最後もね、倍くれば嬉しいんですが、どうでしょうか。まあしゃあない、しっかり勝っていこう。さて取ったら、まあリザもいるんですけど、あ取れましたね、ラッキーラッキー。あでもユカリンが多く置いてくれましたね。さあカンガルー、あカマキリいるわ、そういえば。さあブルドラ上、カマキリ取っていかい。これカンガルーかわいそうだよな、カマキリで一瞬でポンと持ってかれんの。これアシュラもいるんだよな。アシュラ出して、まずはサイクロガールをぶつぶせ、オッケー。サイクロガールを潰してもらって、あーやられてくる。まあでもこれあとバルーンでいいですね。バルーンも多分やってくれると思うんで、カメ2枚はちょっとだるいな、カメ2枚はだるいんですけど、まあでもカマキリもいるんでカマキリに行ってもらいたいけど、まあ、壁の火力が上がってからね本当にきつい、一瞬で溶かされる。さあどうしましょうか。カンガルー切ってますが、カメをどうするかっすね。コングにカンガルーじゃない、カマキリきついこれ。その位置のあの片場は当たんないですね、届かない。さあマリオネットもちょっとめんどくさいですけど、カンガルーが遊んでますね。ドリネの裏ぴったりにはめちゃうと遊んじゃうんですよね、カンガルーって。あーまずいっすね、これは壊される。カメ突破無理っすねこれ、どうしようって感じ。アシュラあと1本しかないんで、できればアシュラ使いたくないんでリザードマンでカバーしますが、カメの火力が高すぎる。カメマジ出世しましたよ、本当に強くなった。いやこれはドローン持ってきたらラッキーぐらいかな、ワンチャン負けだなこれ。カメが無理っすね、まさかこんなカメに対カメで困ることが来るなんて、困る時が来ると思わなかったっすね。ヤスさんとかアビカメ作ってると思うんで、今結構あれだと思うんですけどね、使いますかね使わないですかね。これは厳しいな。これは無理かな。うん、あと40秒。え、キャラもいねえけど、コストもねえんだよな。あ、今のぶっ飛ばしでかいな。カニがどこまで頑張ってくれるか。いや、オークもでかいっすね。やっぱオークが強い。ただ、後ろのマリオネットにやられるな。ケースで倒してくれましたけど、これ間に合うかな？ここ、チビブル置けば、チビブルが頑張れない。ケレベに瞬殺されるな。まあ、ここ一回剣士止めて、オッケーオッケー。ネコカンの力もね、ランダムで威力が変わって、そう、最大ダメージでないと剣士ワンパンできないんで、ちょっとね、そこだけ使いづらくなりましたけど、まあなんとかドロー、あドローじゃない、入ってるなんか知らない間に。負けたわ。いつ入ったんだ、全然気づかなかった。はい、まあ最後ね、ちょっと負けてしまいましたが、まあ面白かったですね。カメ強えな。今回やったのはシュラバルーン。うん。で、ブルドラも強かったけど、カメも強いですね。はい、今回もご視聴ありがとうございました。またよかったら、ぜひ皆さんご視聴ください。では、お疲れ様です。